ゆきです。めいです。ならです。気ままにクイズです。はい。今日の気ままにクイーンズ雑談会は、はい。異性と女友達、どこまで言える？よし。いいよ。今日の気ままにクイーンズの議題は、異性と女友達、どこまで言える？口臭い、鼻くそ、鼻毛、おなら、脇が、目やに、歯にのり、歯べに、口に食べかす、服ワンパターン、足臭い、イエーイ。今みたいな感じで、これ言える？言える、言えない、言える、言えるみたいな感じで答えていく。で、あとにそれぞれのテーマで自分たちが思うことを話していきます。はい、はい、まず最初の議題は誰が言ったっけ。私、口臭い、息臭い、同性に言える、うん、言えない、言えない、異性に言える、言えない、言える。異性だったら言えるわ。言えるかい？異性だったら言えるわ。異性、私だったらもう言え、同性は本当に黙って自分がガム食べて、あ、ガムいるって言うし、異性は自分も食べて、自分言ってる本人が臭かったら何の意味もないじゃん。確かに。そう、だから食べて、ちょっとマジで息くせえぞお前って全然言える。けど、うん、同性はちょっと、ね、言いづらいかも。ガム上げる感じ。我慢いる感じ。なんか合流してうわ臭っと思っても、その後ご飯とか行くんだったら、うん、なんかご飯食べたらなんか何も胃に入ってないからなんか臭いんだよね。そう、臭いのかな、すいて、そう、うん、っていうパターンもあるから、うん、まあご飯食べて様子伺おうみたいな。コーヒー臭いとかだったら全然いる、うん、タバコ臭いとか、あ、確かに、そういうなんか感じだったら言えるけど、うん、なんかもうもう根元のぐらい、 息が臭いとかはちょっと厳しいかなみたいな。根元のなんかそれか、なんかその根っこが腐ってた、なんか飲み物買おうよみたいな感じで、ちょっとなんか飲み物入れるとか、入れさせるようにはするけど、直接的には多分言えないかな。ゆきは、なんかその空腹時の臭い人と臭くない人がいる。そりゃそう、いるじゃん、言えんのよ、誰にでも言える。ゆきはなんか、うん、臭いは言える。いや、ゆうが臭いって思う人って生ゴミみたいな匂いする人なの。だからなんか逆にタバコ臭いとかコーヒー臭いは言わない人、ゆうは。あ、逆にね、あんまり臭い、それが臭いとは思っていない、うんうん、その生ゴミみたいな匂いの人、あとニンニクかな。あ、ニンニク初めて会った人に言ったんだよね。誰、あ、友達のさ、あれ、誰だ、地元のさ、ずっとかの友達のさ、ここにさ、初めて会ったけどさ、息臭くなっちゃったみたいな。え、そんな話したっけ。来た、言えんのよ、誰でも言える。忘れちゃった。どのタイミングだ。いや、覚えてない。初めて遊んだ時に息臭くて、普通に息臭いよって言っちゃった。鼻くそ、鼻毛、言える、言えない、同性、言える、言える、言える、異性、言える、言える、言える。オールイエス、イエス、イエスというか、取ってあげる。なんかついてるみたいな。そう、でもなんか なんか言い方が問題かもね。うん、確かに。鼻くそついてるよとは言わない、ね。言わない、言わない。直接的には言わない。なんかついてるみたいな。うんうん、なんか虫とか言って取って、すぐ捨てる。うん、バレないように。だからなんか鏡見た方がいいかも、とか。うんうん、そうだね。仲良くなかったら、でも鏡見た方がいい。仲良かよければ良いほど鼻くそついてるよって言える、うん、それは。仲良くなければないほど私は取ってあげるかも、うん、取ってアルコール消毒でチュチュチュって。でもなんかそれが異性いるところで言わないかも、言うわ。なんかそのなんて、もしじゃあ女2の男1で遊んでますって時に、なんかその一人がで、なんかそういうの鼻くそとか鼻がついてたら、なんかちょっと耳打ちとか2人になった時にちょっと、ね。そうだよね、みんなの前で言う必要はないから、ね、うん、そう、みんなの前で言う人もいるじゃん。それはなんか悪意がある。あ、なんかちょっと、ない、普通にちょっとなんか悪意、多分その人は悪意を持って言ってないかもしれないけど、傷つくと思うんで、ね、言われた側はね、恥ずかしいし、すごい、うん、
だからなんか2人の空間で行ってほしい、うん、でもさ、ミームートで今いきなりじゃん、鼻くそえ、でもよくないこの距離感だったらいいよね、鼻くそ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 、暗号みたい。黙って取ってあげるな、取ってあげたい、普通に。え、触れる、でも鼻くそか鼻毛だったらめっちゃ触れる。え、やめた方がいい、バイキンあるからやめた方がいい。でアルコール消毒するからアルコールに頼りすぎだろ。でもそれも失礼じゃない。でも確かに私多分鼻触ってね、自分で取ってって言えばいいじゃん、もうそれ。あ、でも鏡見た方がいいかもっていうのが一番無難だよね、うん、でも鏡見て、あ、ついてたんだっていうショックで、うわ、そのまま見られてたんだって思わせるのが嫌だかもしれない。めんどくさい。だからなんか2人の時に行った方がいいかも。2人の時に行ってもさ、つい、あ、仲良ければ全然いいよ、傷つきもしないけど、うん、ちょっと仲良くない人とかだったらさ、鼻くそついてる期間私あったんだってさ、気にする人もいるじゃん。大丈夫、今気づいた。でもさ、ずっとさ、ずっと今、今だから。そうそうそう。だから私は触れるからこそ何もなかった風にする。もう虫がついたみたいな。あ、なんか虫ついてる、虫ついてる、こっち見てって言って取って。え、それ誰でもできるの？できる。ええー。結構できる。すごくない？結構、ね、勇気がいる。鼻くそと鼻毛はまだいける。ええー。いや、結構な難易度ですよ。ガチ。髪の毛ここについてるとかならやれるけど、うん、鼻くそ、まあ、無理だな。ね、無理だよね。鼻毛はちょっとガチ。ちょっと無理かもしれない。鼻毛セーフかもしれない。セーフなんだ。あ、まあ人によりますからね、それは。なんかすごい変な見解だけど、電車乗ってて、なんかそのいろんな人が乗ってるじゃん、うん、シェアの場じゃん。だからワンチャンこう鼻やってこうシートについてる可能性があるじゃん、うん、っていう頭があるから、ずっとこうさ、あ、まあね、市民の壁は鼻くそだらけっていう、まあ、まあ、あるから全然変か、そういう考えでいったら確かにできるかもしれない、ね、でもさ、でも嫌だな。なんか産み立てのさ、鼻くそ産み立てなわけじゃん、出たてっていうかさ、ね、それはちょっと嫌だ。あ、なんかねちょりは無理かも、ね、乾燥系、乾燥系ポロじゃん、出てんのって。やばいよ、でもそれはそれ出てんのってほとんどそれじゃない。なんかさ、ねちょってあんまりなくない？ポロヒが出なくない？なんかそう勢いでさ。でもさ、鼻毛はさワンちゃんいるけどさ、うん、鼻くそはさ、まあ、ちょっとね、結構ねちょっとしてると思うよ。産み立てだよ。でもさ、取った時うわってなんて自分だけじゃん。産み立て言い方もけるけどね。でも正直新鮮味はあるじゃん。そのさ、ずっと固まってるさ鼻くそたちよりは良くない？鼻くその話題長くない？次が、次が、はい、あ、じゃあ次はおなら。え、待って、おなら言えるってどういうこと？おならした、おならして臭い。ああ、相手が、誰かがおならしたみたいな、とか、あとなんかプーっておならの音が聞こえた時に言えるか言えないか、うん、じゃあどうせ言える、言える、言える、異性言える、言える、言える。おならはね、イージーだね、うん、なんか、ね、音出るだろうし、うん、音出ないパターンは絶対臭いから、うん、え、おならしたみたいな、うん、ナチュラルに普通に言えると思う。言える、言える、全然言える、これは言えますね、はい、言ってあげた方がいいしね、うん、言ってください。なんか 言わないで気まずいみたいな、たまにあるじゃん、言わない、それどういうこと、言わないで気まずい、なんか何もとかやるのはちょっと気まずい、逆に臭いみたいな、しかも相手もさ、あ、やばいみたいな、言ってほしくない、自分がしちゃって臭くなったわ、でも自分でおならしたっていうか迷うわ、私言うけど、うん、すいません、おならしましたって私は言うけど、言わない、言わないよね。臭いタイプだよね。言わないで、それ、ね、言われても、え、言うじゃないっていう。最低。ドンキでさ、並んでる時におならしちゃってめっちゃ臭かったの。でもなんか、え、したって言われて、一緒に並んでる人にね、したって言われて、え、してないよみたいな真顔で。まあ、まあ、めっちゃ臭かった、後ろの人かもしれないって。後ろのおじさんのせいにして、後々あれ実は言うだったんだよねって後出しいく後出しパターンが多いですね、ね、私はおならね、おならはあんまり異性ではおならしないから、基本的に偉いよね、うん、偉いよね、一切しない、ね、全然しない、てか同性といってもしないおならは、そうだ、ね、なんか外でもう、もうどうしようもなく我慢できなくて出ちゃったら、あ、おなら出ちゃったって言うけど、うん、基本的には誰の前でもしないから、そうだよね、てか実家以外あんましないもうおならに対するさ個室さすごいよね、いや何か、いい意味で、いい意味で、あんま出ないのかもしれないよね、目、いや出るよ、
出るけど、多分我慢しすぎてこうなんか我慢するっていうか、こう我慢した後の体の動きみたいなのがもうできちゃってるから、別に苦じゃないというか、うん、でも分かる、吸い込めるよね。そう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 、で体の中でこうプッみたいな、蒸発するみたいなのは、でこう上がってきてみたいな、それは分かる。そうそう、それはもう慣れだから、うん、別に嫌だってか、そういう無理してるとかじゃなくて、もうそういう体になっちゃってるみたいな。そう、脇が問題で、ゆるくに何か、はい、同性言える、言えない、言えない、異性言える、言えない、言えるなんかさ、やっぱなんかさ、異性に対してすごい下に見てるよね。ねえ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 下に見てるじゃなくて、同性が同等だよね、言いやすい、あ、言いやすい、異性は、はいはい、まあ、なんか多分さ、7は男性なんだろうね、女の子を傷つけたくないっていう意思がすごい、すごい、そう、なんか男性は傷ついても強くなれって思うんだけど、女性はなんか同情じゃないんだけど、かわいそうとか傷つけちゃいけないって思う、ね、そう思ってた期間、私ずっと臭かったんだみたいな、いい男だと思うみたいなのが女だよ生まれるから、気ままに一人男だったのってコメント来るって本当に同性に言えないな、自分がめっちゃ仲良かったら脇臭とかするか、絶対するタイミングで、うん、あ、脇あげてって言ってしてあげるかな。伊勢の場合はマジで臭いって言って臭を渡す。じゃあなんか小学校の時にさ、なんか女の子で脇がの子がいたのね、うん、でなんかその区のなんかそういうパンフレットみたいな、なんかそのお悩み相談みたいなところに、うんうん、多分お母さんがこうなんか娘が脇がでみたいな、それを言ってあげられないみたいなのを書いてて、うん、でそれをママが見つけて、多分これあの子のことだよねみたいな感じで言ってきて、ああそうだねみたいな、うん、でもうちらとかはみんな気づいてるから、うん、まあそうだね、でも言えなくないみたいな、うん、友達だったとしてもみたいな、ちょっと気まずいよねみたいな、うん、親ですら気まずいって思ってるのに、まあ、なんかそれねえみたいな、まあうちは言わないよって言ったけど、うん、なんかやっぱ言えないかな。なんか脇がの人って自分が脇がって気づいてないから脇がじゃんって言うじゃん、うん、だからその自分が臭いとかその脇がの匂いが分かってないわけじゃん、うんうん、でうちのママもお姉ちゃんも脇がなのよ、私結構これ言ってんだけど、言ってたそうで、私だけ多分脇がじゃない、だから脇がの匂いが分かるから多分、うんうん、でもマジで心配、まあ、でママとお姉ちゃんが脇だったら自分もさ、うん、そういう時は脇がだと思うじゃん、うん、だから結構勇気とかにめっちゃ聞いてたよね、臭かったら言ってみたいな、いつも言うよ、マジで断ることにそうでめっちゃ脇かびしさ、グーってあのおばさんみたいです2人は言ってくれタイプじゃん、うん、なんか多分、うん、すごい臭かったら言う、そう普通に言うし、目は申し訳なさそうに言ってくる、なんか言いづらいんだけどさ、何じゃん、性格悪いですみたいな、違う違う違う、ストレートに言ってくる、ちょっと臭いよ脇がだよみたいな、うんうん、何の悪気もないって言ってくれるから、あのじゃあ脇がじゃないし、いやもっともっと深刻そうに言う言うわね、言うときは、そうだね、7は脇がじゃないか言ったことないけど、うん、なんかこういや多分人生に関わることだからちょっと見逃せないと思って言わせていただきまして、すごく重く伝える、ね、やっぱり脇がに関してはね、うん、やっぱりなんかこう私は自分がそうだったら言ってほしいからあなたに伝えますって言って伝える、そうだ、ね、同性も異性も、うーん、でもね女の子で脇がってあんまり会ったことないかも、いやうち小学校にいたわ、仲いい子いるわ、言うわね、うん、男の人の方が多いかも、ね、どうしたと、言わないで、今その子はどうしてるかすごい気になる、あ今は会ってないから、なんかその手術はしたのか、それとも継続で脇がなのかっていうのはすごい気になってる、ね、ずっと気になってる、その2に関しては、うん、でも言えないかな、ね、でも仲良ければ仲いいほど気づくじゃん、それ近くなるしさ、だいたい汗かいた時とかにね、こう匂いがポンってくるから、うん、言えないな、脇がは治せますから、うん、手術すればっていうのと、まあ、制汗剤を使っていただければね、ある程度抑えられるから使った方がいい、うん、そうだからこそ言った方がいい、確かにね、言った方がその人のためにはなります、マジで脇がは深刻だから、うん、脇がだと思ってなくてもみんな制汗剤使ってほしい、うん、脇臭みんなもう、はい、特に男性もね、なんかこう年齢とともにやっぱりね、うん、加齢臭というものが出てくる、それを守るためのもの、抑えるためのものもあるし、それを使ってる男性って今結構多いと思うんで、ぜひ匂いって、あ、そう女の人もそうだけど、うん、匂いって本当に
大事ですね。結構、うん、重要です。はい。